Space Monkeys TV。 さあ、謎の池、おーっとブルーギルがいきなりポーンって出ましたけど、これマイクロダッチ、ちょっと謎の池チェック。あれは濃いですね。おい、ブルーギルはその奥からポーンって逃げてったんですけど、まあ減衰しますね。で、今アブがすごい、とにかく。おー、こんな感じなんだ。動きチェック来ましたけど、結構ね、はっきりと水の中にこうぽちゃって落ちてから、ちょっと今の濃いでしょうか。力強く巻かないと、割と力強く巻かないと動かないのがマイクロダッチなんですよね。小さい羽物ほどね、強く引かないと動きが出ないです。行きましょう。こっちの方は、おお、いた。多分でもバスがいればもう入った時点で食うっす。バゴッつって出てきて、食えた。この時点でもうね、食ってるっす多分。よし来た、よし来た。マイクロダッチ、マイクロダッチ、マイクロダッチ来たー。オッケー、釣れた。マイクロダッチ来たー。いい魚、やったー。マイクロダッチハスフィッシュ、謎の池でも通用しました。余裕で入った瞬間ペルペルッカツン来た。ということで、最初に3分間の実況を見せて1分間のルアーリングで締めていく新しい形に挑んでおります。今回のレイドシャーはマイクロダッチ、この黒色で釣りました。通称フックはオフセットフックの20フック。これを口から普通にノーマルに刺していって、こんな感じ。で、グニグニっと背中から出して、このフックポイントに通す。このノーマルセッティングですね。このマイクロダッチってどんなものでできているかというと、気になっている方もいるのではないでしょうか。こんな感じで柔らかいね、ワームのような素材でできています。で、この羽はこれね、取ることも可能なんですよね。で、ペンシルタイプにしたり、あとは、この羽を逆につけることによって、これね、すぐね、付け替えられるんですよ。こんな感じで羽を逆付けにすることによって、空気抵抗をね、減らして、飛距離をね、飛ばすセッティングなんかもできます。で、アクションはパタ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 っていう小刻みな、パタパタアクション、それと、パコッパコッとね、トゥイッチを入れることによってポッパーのようなアクションで、羽を取ることによって、こういう首振りアクションも可能な万能な、ルアーになってます。で、自分の使ったタックルはダイワリベリオンの、681ML プラス FS のスピニングタックルで、リールが、アブガルシアスーペリア2500の SH ハイギアタイプのリールですね。で、糸が PE が1号、ショックリーダーが8ポンドのナイロンを使ってやってみました。今日本当はこの動画じゃなかったんですけど、まあ旬のルアーということで、ずっと注目していたこのレイドジャパンのマイクロダッチが手に入ったんで、優先的にこの動画を先に出そうかなと思って、急いで編集しました。ってことで、4分にまとまったマイクロダッチチョークを、まだまだね、多分ね、これ使っていくと思いますので、お楽しみにください。ってことで、以上スペースモンキーズ TV でした。バイバイ。